昭和10年9月10日に生まれまして、そして、両親が東京に出てきた後、板橋に住んでいて、それで、中学、高校、出て、高校の終わり頃に合気道を知りまして、養心館に昭和30年の6月10日入門しまして、合気道を始めました。テレビを見ておりまして、塩田先生の演武を見て、いや素晴らしいな、ぜひやってみたいなと思いました。その時に英語の勉強をしてまして、カンバセーションスクール、そこにいた友達が合気道養心館で稽古してた人がいて、で養心館どこですか、教えてもらいまして、それで見に来ました。そして塩田先生の小さい体の人がボンボンやるのを見て、うわこれはやってみたいなと思って始めた。最初は通ってきて稽古してたんですけれど、内弟子の人がもう4人すでにおりまして、その人たちがどんどん、テクニックが進んでいくのを見て、あこれは通ってたんではダメだな、内弟子に入って生活をしてないと早く身につかないと思って、内弟子に入って、で道場に住み込みました。で稽古に入ってから研修制度っていうのを今度作りますよ、で井上君入るかって誘われまして、館長から。それで第一期研修生に入りました。それから本格的な合気道の修行が始まりました。泊まり込んでいて朝起きたら9時半から稽古で、10時半、9時半、11時まで稽古をやって、それからお昼の休みがあって、それからまた1時から稽古、それで2時半から今度は特別会員の人が稽古に来たので、その人たちの相手をして稽古をして、そして4時から一般の稽古が始まって、それの今度は指導と稽古を一緒にやったりというのを続けたということ。それまでの稽古っていうのは昔流にただ稽古するっていうところだった。でもその頃から警視庁で合気道を取り入れてやるようになったので、団体指導に対する合気道の指導のあり方、その前に自衛隊に行ったんだね、衣笠とか航空自衛隊とか陸上自衛隊、その自衛隊の軍隊の稽古に行った時にも大勢の人を一度に稽古指導しなきゃならないとなると、道場で指導しているような個別な指導じゃできないということから、現在やっているような号令で大勢の人を動かしながら指導するというやり方を塩田館長に懸案、どうでしょうって言ったら、お前ら考えろって言って始まったのが今の養心館スタイルっていうのを作るきっかけでした。技を分解して指導してったっていうこと。だから普通の手を持たれたらビャンって投げるっていうんじゃなくて、その投げるまでの段階を細かに分解した号令で指導をやったっていうことで、技の細かい部分が分かるようになったし、
身につけられるようになったっていうこと、大きなことだと思う。合気道の人たちからは随分反対もされました。というのは、合気道の技っていうのはそんな細かに分解してやるもんじゃないと、掴まれたら打たれたら一気に投げたり決めたりしなきゃいけないのに、いちいちそこで止まってたら足払いをされるよ、殴られるよって相当言われました。でも大勢の人を一度に指導するときにはそれが一番効果的に良かった。いや、もう全面的に任されたし、間違ったことをやったらそこは違うぞと教えてくれたので、ちゃんとしたことをやることができました。要するに合気即生活、人間が生きていく上で大切な部分のことに生きた合気道であるべき姿を伝えることが大事だということです。それには、要するに暴漢に襲われた時の自分を守るための術、技、それから人と人とのつながり、対すれば和すとか、いろんなことに対する合気道、要するに合気道館長がよく言ってた合気即生活、生活と密着した合気道としてのあり方っていうものを今後も指導していくことは大切だと思っています。館長が常々言ってた通り、世界を合気道を通じた平和な世界に導くためのものであるということを、これはいつも思っていること。だから合気道を通じて世界平和、同時にみんなが幸せな生活ができる、生きていけるということを望んで、これからも指導していきたいと思います。そのためには普段の生活から無理をしない、無駄をしない、当たり前の人生として生きていく人間として生活をしていきたいと思います。塩田館長は非常に明るい人で、同時に自然の人だった。無理をしないで明るく笑い話をしてくれる人でした。